大学卒業後は合気道で日本武道の歴史の歴史を学びます。国道で防衛庁各大学の合気道会の師範となりました。昭和35年合気道普及のためヨーロッパに各国で合気道の普及と発展に努めました。設立したイタリア合気道が日本伝統文化を開拓し、イタリア政府公認の財団法人となっております。合気道の稽古の方針としては、日本の伝統的訓練方法の基礎であります基本レベルを日本とヨーロッパの若い人たちに分かりやすく指導することが大切であると、ただ師範がそのように指示を受けました。本日の正しい判断は早稲田大学合気道会の入江康人、有田真希子さん、東京大学合気道記念会の工藤俊介さん、イタリア合気会のジャン・グランデ・ディオ・ニーヌさん、ダニエル・マノモト・トロさんの皆さんです。